皆さんこんにちは、キスケです。今回は初めて、マスターズルールのデッキをちょっと紹介していこうと思います。はい。で、初めて紹介と言いましたけども、マスターズルールを、実戦で戦うこと自体僕ちょっと初めてなんですよねはい。まあちょっとまあやってみますか。うん。で、今マスターズルールのなんか全国大会みたいな、初めて賞金が出る大会みたいなのが開催されてるとは思うんですよね。まあこの動画がいつアップロードされるかによって、いやもう終わってますよっていう場合もあるんですけど、撮影してる時は今ファイナリストが決まったっていうタイミングなんですよね。なのでちょっと、まあククールが強いということで、まあやっぱ冒険者が増えたっていうのと、まあ、ベリアルとか、タンバリンとか、その辺を、まあ、マスターズルールでは使えるということで、まあ、わりかしククールがマスターズで活躍してるっていうのは耳に入ってきたんで、非常に嬉しいかなということで、で、しかもベリアルも使えるんでね、もう相棒なんでね、言うてしまえば僕とベリアルは二人三脚で進んできたパートナーなんで、まあまあまあ、うん。で、普通にね、その順番通り展開していければ勝つらしいほんまかいっていう感じやけど、まあそれでもね、ザンクローネタンバリンとか、まあその辺のコンボとかもあるし、でハッスルジジイが入ってるっていうのも結構特徴的かなと思うんで、まあちょっと初めてのマスターズで戸惑いながらも、あ、懐かしいカード出てきたなっていうのもちょっと楽しみながら、回っていこうと思います。ということで、こちらのデッキでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。高校ヒートを相手ピサロですね。はい。こんな感じで行ってみる。さすがに冒険者引きに行った方が良かったか。何にするか。マスターズのピサロってどういう感じに構築されてるんですかね。わかんないですよね。セラフィー。はい。そういえばアンルシアの、勇者杯優勝した方がアンルシアを錬金するって言ってたんですけど、いつやろね。うん。まあ、もちろんイラストを描くっていうのがあるんで、まあ、非常に難しいとは思うんですけど。ハイエンド。無だ。うん。次のターンヤンガスでアンルシアは発動できそう。ヤンガス、ハッスル、セラフィーっていけるの結構美味しくない？チャゴス。エンド。まあゼロコストのカード入ってないんで、そのままいきます。はい。私のターンだ。さあ4コスト。お、アルケミストン。あれ、ピサロナイト出さない。ピサロナイト出さない。なぜなぜ。これね、非常に悩むんですけど、アンルシア進めた方が強い疑惑ありません？ハッスルジジイでよかったかなっていう気がするんですけど、でチャガオス出すみたいな、結構強そうじゃない？それって。オッケー。さっさと終わらせますか。はい。で、まあしっかり処理して、はいはい。エンド。なんかこれでいい気がする。はい。さあ、で次ハッスルジジイテンションアップみたいな感じで動ければ、わりかしね。普通にコストマナカーブ通りにこう動いてることになるんじゃないかな。
あーなるほどね、はいはいはい、だからか、だから出してなかったっていう感じですね。じゃあバギマでいいかもしれんな、バギマでよくね。サンチョ、ほいバギマ、ほいエンド、いや強いっすよ。普通に強い、なんかテンポよくユニット出して除去してって繰り返してるだけでね、どんどん盤面が強くなっていってる感じがするんで、まあもちろんヤンガスの能力が発動してないっていうのはちょっと気になるんですけど、アイテム結構懐かしいカード出てきてるんで、まあ、非常に楽しいかなっていう感じはするんですけど、これはセラフィー無理に出さずに普通にハッスルジジー出してテンション上げて、でもフェイス殴ってプチプリーストー出すか。まあ別にヤンガスの能力発動させる必要もないと思うんで、普通にこうやってる方が強いと思われる。はい、強い、めっちゃ強い、めちゃ強い。さあ8コスト、この盤面返すの波動しかないと思うけど、相手テンションスキル全然回ってないんで、1回も回ってないですよね。必殺技使ってどっか行っちゃったんで、テンション波動も波動で多分全処理は無理だと思います。あーですよね、2-2っすよね。全然痛くないっすよねこれ。ヤンガスに至っては普通のスタッツに戻っただけっていう、はい、これクリフト行っちゃダメかな、ダメこれ。ちょっとクリフトね、すごい懐かしくて、うわ絶対フォズの方が強い、絶対フォズの方が強い。だがしかし僕はちょっとクリフト行きます、楽しさ優先でちょっと狙い撃ちしてもらいます。はい、以上です、以上クリフトでした。いやー懐かしい。初期のレジェンドやからね、動かないです。おい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 、何これ、何この奇跡。やばくないこの奇跡、なんちゅう奇跡これ、やば、これだけでテンション上がるわ。クリフト初期やから動かないんですよね。僕プレミアにしてあげたのにスタン落ちっていうあれがね実装されて、まあ悲しいことにもう使われなくなっちゃったんですけど、やっぱこうマスターズルールでアンルシアとセットでこう冒険者をいっぱい詰め合わせるためにクリフトを登場させるっていうのは非常にね、いいことですよね。はい、外したけどね。さあどうすか、全然効かんくないこれ、普通にリーサルですよね、セラフィーで。はい、オッケーオッケー。まあなんか普通に七並べで勝ったっていう感じですよねこれ。はい、まあ盤面上ではリーサルはないんですけど、しっかりとセラフィーでリーサルをもぎ取っていくことができましたね。いや冒険者強えな、マルチェロでもいいですね。いやでもまあ今回はセラフィーでちょっと、はい、いきます。勇者姫様が一緒なら楽勝だね、楽勝ですね。 OK、 対戦ありがとうございました。いや強っ、めっちゃ強いな。 OKOK、 そら
強いって言われますよねこれ。はい、さあ対戦やっていきましょう。先行引いて湧いてククールですね。やっぱククールが多いっぽいですよねこれ。おー強っ強っ強っ。この動きこうからのこう強い。さあロト、うん、まあ大丈夫でしょう。まあマスターズはねアンルシアが強いっていうのを聞いてるんで、ロトククールとアンルシアククールだったら多分アンルシアククールが強いんじゃねえかなっていう気はしてます。あっとちょっと怪しいね。うん、不穏な空気は正直流れてる。ピッキー入らんでしょ。だってラーミアか、ラーミアやったらちょっと嫌やぞ。俺のターンだ。嫌ですね。でもまあ相手のククールのそのラーミア構築みたいな、マスターズでのラーミアククールみたいな、そういうのが見れるっていうのはまあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、どうせなら勝ちたいですよね。はい、転職をご希望ですか。はい、お宝発見はわりかしいいんじゃないですか。行こうか。まあ多分使うことはないでしょう。うわー、嫌やな、めっちゃ引くやん。ハッスルジジイかな。いやサンチョタネでもいいな。めっちゃ悩むな。スライム、スライム、いやわかんねえ。何デッキこれ。マスターズがねほんまに未知の領域すぎて全くわからん、全くわからんっす。そうだよ。頼んだぜ。取るか。ちょ、わからないんで取ります。はい、転職をご希望ですか。さあ推奨占いはまあタンバリンとか引ければ美味しいかなっていうぐらいか。さあ魔物使いパワフルバッチ、うん、俺のターンだ。それではそれでは、はい、覚醒の光。マスターズはねどんぐりとか、リトルライバーンとか入ってるんで、まあ迂闊にフェイスに攻撃できないっていうのはあるんですけど、正直、まあ、言うてもしょうがねえんじゃねえかっていう気がしてるんですよね。はい、エンド。転職をご希望ですか。さあよし戻っていく。さあ行こうか。攻撃、はい、パワフルバッジなんでしょうか。うん、なんやろな。いや命あったらな使いとったんやけどな、三女にね。スライムククール、スライムククールか。なるほど。まあ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 面白いっちゃ面白いですよ。どうするかな。サンチョ。はい。はい。ミラクルソード。いやーこれ回復しても意味ないな。意味ないけどセーニャがいるんで、まあ一応ちょっと回してテンション2個分はちょっと得した気分になっちゃいましょうか。はい、いやー命あっ
ったらな。さっきも言うたけど、ああなんかお宝とククールのテンションスキルで癒しの波動でぐるぐる回ってる感じやな。さすがに取っていく。3体復活、まあ正直十分なんだよな。はい、無力な私をお許しください。大丈夫です。5、6やぜ。だって、あーそれで終わり、怖え、怖っ。それで終わり、うわ知らん間に。ククールのような軟弱野郎には負けねえでけんさお前の相棒もククールやで。後ろ見てみ。いやこれザラキとか入ってたらちょっとやばくない？頼んだぜ。こっちやな。頼んだぜ。こうですね。はい、これで竜王一戦ちょっと回避してって感じ。うん、まあ1コストは使っといていっか。はい、エンド。さあどうかな。タンバリン引ければザンクローネタンバリンで、もう9ターン目には9点ぐらい、10点ぐらいは入るんじゃないかなって思うんで。いや強い、強いんじゃない、ほんまに。ビビるね、カセミ。まあ一応お相手は回復に徹してるだけなんで。おおなるほど、俺のターン。めちゃめちゃ回復したいということか。はい、私の覚悟受けてみなさい。うん、リダイヤか。はいはい、オッケー、対戦ありがとうございました何ククールだったんかな。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はマスターズルールでアンルシアククールを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱ強いですよね。うん、すごいパワーが感じれるというか。で、スタン落ちしちゃったベリアルとかクリフトも、まあ、割かし、まあ、働いてくれたというか、まあベリアルはちょっと働いてないけど、クリフトとかはね、普通に、アンルシアのレベル2とハッスルジジイの恩恵を受けて、58ぐらいにはなったんかな。うん、58を出されちゃうと結構取りづらいですよね。で、まあ、今回も使ってないんですけど、タンバリンとか、その辺も使えるようになってるんで、マスターズルールを回りたいっていう方は、このアンルシアククールが結構おすすめじゃないかなっていう気はしてます。ただ、めちゃめちゃ高いな。めちゃめちゃ高い。全部レジェンドここ。6、7、8、9、10、11、12、12枚レジェンドです。うん、ただまあ、アンルシアは、勇者杯で錬金されたんで、まあそろそろ来るとは思うんでね。うん、アンルシアだけ持ってなくて、アンルシアのデッキを使えないっていう方は、まあもうちょっと待ちましょうという感じでした。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンクエストライフを、バイバイ。Surrounds me.